こです。はい。まあ僕は今回はでかく作ってみました。フリッパーが2個あります。まずこのボタンを押すと、フリッパーが動くようになってます。なので、ボールを置くと、回す。このプロペラですね、これ回るんです。だからボールがヒットするのがあって、遅く返ってくるっていう仕組みになります。その方が、これフリッパー動いて、まあ、たまにこう中に落ちちゃうので、落ちたらゲームオーバー。はい、仕組みです。これが押すので、これが動いてます。すると、フリッパーがこっちに向いて、これを押すと、こうね、こんな風に、動くんです。ありがとうございました。